おはござどうも、ほんまひまわりでーす。今日は何をやるかと言いますと、こちら、ドドンってもう出てるけど、ドドン！お絵かき心理テスト2やってみたいと思いまーす。それでは、レッツゴー！チュートリアルはでも必要だね。やってみよう。ん？遊び方。お題を選んで直感で絵を描こう。直感でね。すぐだよ。に答えを押してみよう。あ、簡単。花丸を描いてみて。花丸。花丸はこんな感じ。はい、花丸よくできました。小学校の時欲しかったな、これ。よ、回答。これでオッケー。うん。え、ちょっと待って。なんでこんな広告出るの？ちょっと、なんか、何？夜が、なんだ？あなたは〇〇かも。だって、結果を見る。え？花びらが多ければ多いほど、心がおっさんはおばさんです。花びらこれ多いの？今おっさんかもしれないじゃん。まあ、こんな感じね。わかった。次。アフロを描いてみてください。アフロって、アフロってば、こんな形な？ドゥン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 、もさ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 。はい、こんな感じ。あ、ここも描いとこう。もさもさもさ。ぐる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 。こんな感じじゃない？いくよ、回答。オッケー。あなたの〇〇の濃さがわかります。〇〇なんだ？アフロがでかいほどあなたは毛深いです。めっちゃ毛深いやん、今。今めっちゃ毛深いやん。お猿さんみたいになってるってこと？私も、ツルツルやけどね。よし、次。あなたが思う2番目に甘いフルーツを書いてください。ひまるね、一番甘いと思う果物は、なんだろうな。一番甘い果物？あ、前食べたスイカがすごい甘くて美味しかった。週刊誌、スイカ。あ、二番目か。スイカの次、ブドウかな？ブドウ、巨峰？ブドウって巨峰？甘かったから。じゃあ、ブドウ。こうやって。はい、ブルー。これどう？ブルー！ゴー！あなたの初めての〇〇がわかります。初めてのなんだろう。あなたのファーストキスの味です。でも、チューしてないけど。お母さん？どうだ？問題 6！ お祭りで買った食べ物。棒の先には何がついてる？これはね、もうね、わかるよ。これね。こういうやつ。ほら、イカ焼きみたいな。はい。これで、イカ！あるよ。え？これはこんなよ。あかん。今回押した。うん。問題16。友人が桃をくれました。その桃の大きさを書いてみてください。桃？桃か。桃ちっちゃい桃。桃な、ちっちゃい桃をくれた。こんなくらいな。こんなくらい。1個くれた。あなたの好きな〇〇がわかります。なんだろう。その桃はあなたの理想のおっぱいの大きさです。アルファベットとその理由を書いてください。アルファベットは、形的には
氷が好き M。 もうちょっとでハートみたいだから可愛いと思う。いつもハートみたいだからハートっぽい。はい、あなたは〇〇をこう思っています。恥ずかしくて人には言えないけど自分自身をこう思っています。どういうこと？ひま、自分は恥ずかしくて言えないけどひまって本当はハートっぽいんだよね。どういうこと？どういうことやねん。はい、というわけでね、少しね、何問か心理テストをやってみたんですけれども、なんかいろいろね、感じ読めなかったりわからないところもねちょこちょこあったけど、絵描きながら心理テストするのって楽しかったなって思った。またなんかね、4とか5とか結構シリーズもみたいなので、また次もやってみたいと思います。はーい、それではまた次の動画で会いましょう。あ、配信もやってるよ。